はい、これがジャパニーズ忍者。おー、ジャパニーズ忍者がおった。あのキャラこういって、これヘッドラインしっかりと狙っていくじゃん。おったな。これやっといて、で多分こっちから来てるけど、あえてオーケー、素晴らしいよ。でいったふりというか、ここ見ていく。これね、いや強いねっていう、これ普通にぶっ壊れなんだが、おい、はいはい、でオーケー。はいどうも、チャンネルダルクです。というわけで、今回も、Call of Duty MW3。早速ね、実況プレイやっていくんですけども、本日紹介するのが、もうCall of Duty モバイルでも、本家でもお箱でね、お馴染みになりつつある、売りたい武器の大幅強化で、新しいバンドルが実装されてます。こちら、はい、5月15日に実装された新バンドルで、トレーサーパック、内部強振、ビブラント、ビッグセンっていうね、まあ、ちょっと噛みそうな名前なんですが、これがですね、久々のアニメ銃、萌え銃枠になっており、一応ね、簡単ながら、日本コンセプトのバンドルになってます。これが日本ってね、ちょっとハテナがあると思いますが、それはちょっとね、後ほど説明しつつ、多分これですね、スレハおなじみの、まあ、ヴァンガードでもあった、猫耳の宇宙服着たね、SF スキンあったじゃないですか。もう海外でボロクソ煽られて、二次戦では猫耳兵士はいました。なぜなら死んだおじいちゃんが猫耳つけてたからですっていうね、まあ、大喜利祭りがあるぐらい、すごい話題になったスキンなんですけど、おそらくそれの MW3 バージョンですね。こちら MW2 も一応存在してます。まあ、二次戦はね、さすがに草って感じだけど、まあ、現代戦だとね、この見た目も可能なんでね、まあ、非常にこう、スタイリッシュでかっこいいという人もいるんじゃないかなと思います。で、これがですね、まずなんで日本なのかっていうと、まあ、ちょっとね、月焼き場の知識でね、間違ってたら申し訳ないんですが、まあ、みかんとオレンジってまず別物なんですよね。まあ、これよく聞くと思うんですけど、で、アメリカだとみかんって単語は多分なくて、なんかマンダリンオレンジっていう、なんか呼ばれるらしいんですよね、みかんのことを。で、それを踏まえた上で、このゲームだとわざわざオレンジじゃなくて、みかん、エンドウってね、名前になってるので、まあ、日本のみかんがちゃんとモチーフだし、まあ、エンドウってのも、まあ、日本の名字ですよね。だから、これをそのまま受け取ると、エンドウみかんちゃんっていうね、ザ・萌えキャラっぽい名前になってるんですよ。で、その証拠にこのキャラクター、ジェットっていうね、キャラクターが元でして、まあ、このゲームね、ちょっと知らない方がね、リアルに3割ぐらいいそうなんですけど、実はね、こんな形で国籍がね、見えまして、ちゃんとね、このジェットっていうのは日本キャラクターなんですよね。まあ、なので、こちら日本コンセプトの、バンドルになってますよと。で、これ武器スキンの方がですね、まあ、ちゃんとがっつりと日本語書かれてて、ちょっとまあ、謎フォントで機械かな、これ。で、軍隊って書かれてますね。これ軍隊ちょっと謎だよな。で、一応これ動く明細なんですけど、みかんエコーでいいのかな、書かれてますよね。意味がわからんっていう。さすがにちょっとなんか自分の名前が入ったさ、名前の武器はちょっと嫌ですよね。で、これも多分代々ってなんかストックについてますね。みかんエコーって書いてあるわ。で、なぜかステッカーの方は、みかんエンドですね、多分これ。まあ、あれかな、萌えゲーというか、ギャルゲーとかで何々エンドとかあると思うんですけど、その系で付けられてんのかな。で、これ武器ステッカーがめっちゃ可愛いんよ。これちょっとエッチでしょ。これはちょっと3チンチンイライラポイントぐらいですね。で、武器チャームということで、まあ正直これだけだったら、まあまあ別に課金いいかなと思ったんですけど、一応なんかね、キルすると、このステッカーがゲットできるというか、なんか表示されるらしくて、それはじゃあ使うしかねえだろと。で、プラス、これね、冒頭にも言った通り、公式の策略で、これモバイルでもね、本家でもお馴染みになりつつあるんですけど、売りたい武器を強化してね、事前に強化しておくっていう手法がありまして、なんとこちらね、今シーズン超大幅強化いただいてまして、まあ項目ね、一応アタッチメントの強化とか入ってるから、そこちょっと含めるとちょっとあれかなって感じしますが、一応まず、ベースがこんな形で強化と、はい、機動力ですね。操作性の部分がアップしてます。弾速も上がってます。で、さらに、バレルがおそらくこれ3種類ですね。強化食らってます。3種類強化強いよね。で、さらにストックだとか、コームだとかも強化入ってて、さらには、リアグリップですね。しかもかなり使えるね、機動力アップの、リアグリップなんで、これはかなり強いと。で、最終的に角マガの方も強化入ってますので、まあ、超大幅強化なわけですよ。まあ、項目だけで言うと、なんと43項目、強化食らってます。やばすぎーってことで、まあ、完全にこれひいきされてますよね。おそらくこのバンドルが売りたいがためだと思いますので、早速ですね、こちら、遠藤みかんちゃん購入していきましょう。購入 2400CP。はい、ということで見ていきましょう。こちら、まあ、動く明細だけど眺めた感じ、やっぱストックのところがね、動く明細って感じなんで全然関係ないですね。まあなんかまあ、マスタークラフトほどでもないかなって感じですね。で、サイドワインダーも、まあこんな感じですよと。で、一応なんかね、銃声多分変わってて、ほら、ピピュンピピュンピピュンってね。で、これで敵をキルすると、なんかあると思うんだよね。動画見た感じだったら。じゃあ早速ちょっとこちら使って実況プレイやっていきましょう。さあ、では早速、できればハイライズやりたいんですけど、グローハウスかこれ。いや、ハイライズの方がやっぱバースト武器強いなって感じなんですけど、まあまあグローハウスやっていきましょうか。てかさ、これ文句というか、まあ、ちょっと言いたいことあるんですけど、まあめっちゃ強化いただいてるじゃないですか。ね、すごいいいことだと思うんですよ。まあもちろんね、まあ課金バンドルのために強化したっていうのはちょっとね、っていうのはあるんですけど、まあ実際こいつそんな強くなかったからね、弱かったから、まあまあ全然、んでちゃんと強化してくれたのすげえ嬉しいな、ありがてえなって感じなんですけど、誰も使ってないっていうね。いや、こんだけ強化食らってんのに、ほぼ使ってないじゃないですか。マジ使ってる人見ないから、これなんでなんですかね。多分普通使ってもある程度強くなってると思うんだけど、やっぱそのヘッドショット倍率アップとか、胴体ダメージアップとかで、まあやっぱワントリが取れなかったとしても4発キルがデフォで取れまくってとか、そんな形の世界戦にならないとダメなんかな。ヘッド一発絡ませたら、みたいな、そういう世界戦じゃないとダメって感じなんですかね。まあとりあえず、日本人スキン使って、てかこれ10対10か。はい、はい。オーケー、これね、ハイグレンダーつけてるんで、関する関係ないんですけど、危ねえナイス。まあしっかりと高威力って形でやっていきましょうか。はい、はい、はい。オーケー、さあ、ディネコちゃんカットしていく。これがね、ジャパニーズスキンだということで、はい、こういって、はい、上から来るかな、これ。いや、来ないね。これと裏取り行くか。裏取り、いけるね。はい、こんにちは。はははは、気持ちいい。で、こっち奥まで履けるじゃん。ちょっとディスポーン変わるかもしれんけど、で、サプレッサーついてるから、こういう形でしっかりとやりつつ、オッケー、ディスポーン変わったね。で、味方が拠点取ってくれてるんで、この調子でパーって前上がって、で、どっちから来る？そっちから来るか？右から来るか、下から来るか。俺下と予想してるよ、これ。今日味方行ってんな。ってことはこっちやな。カモン、来いよ。さあ、カモン。ここの距離はバースト絶対強いよね。さすがにね、環境武器には打ち合い勝てない時はあるかもしれんけど、基本的にはその距離勝てるぜ、ということで。全然こうへんだけど。あ、来いよ。さあ、このエイム時の横移動も非常に速い。まあ、これちょっとエイム力なのかな、さっきの別に。2回2トリガー分当てたからな、若干ズレがあったから、まあ、あれどうしようもないけどな。結局このバースト武器の悪いところって、敵のキャラコン次第で当たり判定が若干変わってしまうっていうところですよね。で、全然これキルした時のエフェクト見てねえや。おい、見させてくれ。はい、はい。わははは、これとかもさ、やっぱ多少ずれるんよ。100% のエイム力はできないんですよ。2位じゃダメなんです。2番手じゃダメなんです、蓮舫さん。はい、オッケー。あ、いや、エフェクトなくね？あれ？エフェクトない件について？なんでないの？あ、ヘッドショットか、これ。ヘッドショットじゃないとダメってやつか？はい、ほら、いい。ここ見ていく。で、後ろから来そうではあるが、あえてこっち行って、ちょっと後ろからさ、ヘッドショット狙いに行くわ、これ。まあ、10対10でもこんだけ買ってるから、はい、オッケー。こんだけ買ってるから、さすがにいけるでしょ、ということで。初期放置はいないな。10対10ってね、大体初期放置いるんだけど、ちょっとバウンされたというか、キックされた臭いっすね。ちょ。はい、あれ？エフェクトなくね？ごめん。エフェクトないかもしれん、これ。みんな嘘ついたかもしれん。さあ、降りてこいよ、敵さん。降りてこない。ごめん、嘘ついたかもしれん。俺、なんか武器スキンのさ、ステッカーの、お姉さんが出てくるみたいな、あれを見たんだけど、なくね？ちょっと待って、もう一回見直さなあかんな、これ。ないの？ないやったらちょっと別に。やな。でも普通に強いよ、使ってて。まあこれちょっと今、わがままの極意みたいな形の立ち回りしちゃってるけど。さあ、じゃあちょっと拠点乗りつつ、はい、ここで、キエイジャパニーズ迫撃砲これがジャパニーズの力よ、いけ我が国祖国からの迫撃応援号ナイストリプルキル絶対こう刺さるよね。気持ちいい。いや、バンガーの時迫撃がクソダコだったからさ、そう、クソダコってほどでも、なんか威力は弱くないんだけど、出し方がすっげえだるかったんよな。といったところで、なかなかちょっと辛い思いがあったんですけど、しっかりと勝ってます。さあ、やっちゃってください、ジャパニーズ迫撃砲。来ない。で、こっち行って、これクラスターマインを、そっちランキンやな。で、上から降りてくるやつをやると。いる？大丈夫いける？はい、ナイスクラスターキル。はい、ナイスクラスターキル。これよな、これ。なんで後ろから来てんのお前。真下から行くか。はい、クラスター鬼刺さり。やっぱ10対10だからキルストリーク楽しいな。なんかあれらしいよな。若干、10対10モードがかそり出してるらしいから。はい、これがジャパニーズ手裏剣。おー、ジャパニーズ忍者がおった。あのキャラ子。いやー、これジャパニーズ手裏剣行きたいな。ボロがちやりすぎて草っていう。まあいいわ、別に。このファマスがどうせ強いこと分かってんで、こんな評価いただいてるからよ。ジャパニーズ手裏剣。おー、ちょっと待って敵の方が、これ、投げナイフ。あいつの方が忍者やった。あいえ、忍者？俺、日本人だよね。忍者として負けてる気がするんだけど、忍者ゲーめっちゃ好きなんだが、俺。外した。くそ、前は。忍者ゲーめっちゃ好きなんだが、俺。ねえ、なんだっけ。トロフィーちょっとおーい、今の技術どないなってんねん。これトロフィー、防がれんだよな。初めて知ったわ。忍者ゲーセキロ大好きやし。はい、これね、ジャパニーズ忍者の力ですよ。セキロ大好きやし、忍者とはまた違うけども、ニオもゲーム大好きやし、和製ダークソウル的なやつめっちゃ大好きなんで。あ、俺死んだ。いやー、これちょっとジャパニーズ忍者魂と見せたかったんけどな。忍者スキンと言ったらこれですよね、と。じゃあ、日本人スキンと言ったらやっぱ、これですよね、と。なんでやねん、マジで。まあ、それでも1位取ってるから、オッケー。クソ敵と、あ、これ、手裏剣。あー、ちょっとトロフィーお前、ふざけんなよ、マジで。これさ、てかトロフィー、投げナイフってさ、トロフィー反応せんくなかった手裏剣でこれ反応されんのあれ投げナイフも反応したっけなんかの作品がアップデート調整で、オッケーナイス、ツートリガキル。反応しなくなりましたよってアップデートあったんよ。あったところにこれですから、マジで。やってることヤンキーすぎる。なんでやねん。マジか。手裏剣、クソやな。あ、下おるな、これ。ほい、ほい、ほい。オッケー、気持ちいい。さあ、手裏剣2個あるけど、いや、これ、あえていかない。あえていかずに、落ちて、置いて、これヘッドラインしっかりと狙っていくじゃん。おったな。これやっといて、で、多分こっちから来てるけど、あえて、オッケー、素晴らしいよ。で、いったふりというか、ここ見ていく。これね、いや、強いね、ネッティ。これ普通にぶっ壊れなんだが。おい、ほい、ほい。オッケー、これジャパニーズ忍者見た。手裏剣がもう弾ないから殴りをしなきゃいけないっていうのがもう頭の中であったんですよ。手裏剣のこのね、何パーも死ねお前喋ってる時だよ。いやーマジか。手裏剣は面白いけどな、おもろいけどって感じだね。2発あるよ。ほいほい。いやー一発しか当たらん。マジでコールオブデューティーってか世界的に日本みんな大好きだよね。日本刀とかね、大体だってどの FPS もなんか日本刀を出しとけばなんか売れるみたいななんかあるじゃないですか。かっこいいもんな日本刀って。ほんまに本当に美しいもんな日本刀って。なんか狩るためだけに存在するみたいな感じですから、まあそういった形で非常にね、この日本スキン使ってると大和魂が叫んでこういうロマンプレイしたくなるんですが、ちょっと新しいトリビアというか知識を発見しました。で、今日面白かったね、ナイフ相手で。何の動画だっけ。まあとりあえずね、ファマスは強化食らって、まあ普通に強いわけですよ。全然使えるわけですよ。ただ、何度も言う通りね、現状誰も使ってないので、まあけど、現状でいいよな。やっぱ初期荒れてたから、まあしゃーないっていうところもあるので、現状維持っていう形でいいと思います。ほらさ、あるよこれほら。これ、もしかして海外だけか、デスエフェクト。ね、あるよねこれ。うわーもう詐欺られたー。これ買うの注意や。俺これツイッターでさ、海外の人の動画見たからさ、デスエフェクトで萌えキャラつくよってツイートしたっちゃじゃん、もう。これぐらいのデスエフェクトぐらいええよな、別に。はい。ということで、ちょっとね、ちゃんとした情報を出したかったんで、プラベでね、しっかりと調べてきました。そういったところ、やはりね、デスエフェクトなしということで、まあ一応注意書きでね、一部表現規制ありって書いてあるんで、しゃーないところっちゃね、しゃーないところなんで、詐欺ではないんだけどさ、ただこれぐらいの表現別にいいよなっていう、だって別にグロックもなんともないじゃんっていうところなんで、ちょっとこれはね、普通に表現規制やめてほしかったなと思います。だとね、手裏剣のこともやっぱおかしいなと思って調べてきたんだけど、投げナイフはやっぱね、トロフィー防げへんのよね。そう、なんかね、多分 BOCW が、そのトマホークが防げられるってね、トロフィーで防がれるっていうのがあって、いや、クソ仕様じゃんってことで、MW2 でね、投げナイフは一応貫通するっていう、トロフィー防ぎませんよって仕様になったんだけど、なぜか手裏剣の方は適用されてるっぽいから、まあそのうち修正されるんじゃないかなっていうか、まあずっと修正されてないから、どうなるかって感じですね。はい、ということで、一応ステッカー付きだったらこんな感じでね、見栄えがありますので、ぜひね、この武器ステッカー目当てで購入してください。はい、ということで、これからですね、COD に関する最新情報をいろいろと上げていこうかなと思いますので、もしよろしければ、通知の時にチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。